日本新潟県新潟市流作場流作場周辺。奥が南東側。東大通りの流作場五サロから新潟駅方面流作場は新潟県新潟市の大技。1968年に住居表示が実施されたことにより消滅した。以下の記述は消滅直前当時の旧流作場に関しての記述であり、現在では名称等が異なる場合がある。 なお、ここに記述されていない内容に関しては、新潟市などの記事を参照。品野川河口文案に位置する、江戸期から1889年まで存在した、流作城日田の区域。地名の由来は、品野川の普修における、流作による。もともとは品野川にできた中洲で、戦後まであった小品野川を境界とする区域であった。昭和時代初期から進められた。 信濃川急流域の埋め立てとその後の都市開発、さらに1958年の新潟駅の現役社会業などによって、万代橋東詰川一帯は都市化が進み、今日における新潟駅周辺地区及びもず、やちよとなった。流作場の地名は、陶器場では流作場と流作場の内水島のみ残存しているが、 宅地や商業地などの住居表示上では使用されて、おらず、流作城の名称自体も、東大通と万代橋通り、万代町通り、旧新潟駅前通り、新潟県道1号新潟コスド三条線が、接続する交差点の名称、流作城五砂路と、水島町に所在する、新潟市立流作城保育園、三和町に所在し、流作城鎮守である三社神社など、 今日に至るまで残存するものはごくわずかとなっている。有作場の地域は東部と中央部の新潟駅周辺地区、西部に分かれており、新潟駅周辺地区の他の地域の多くは住宅街となっている。1960年以後に以下の町地が分立。1930年頃の新潟市の地図、信濃川右岸川、沼水の南の万代橋付近に、 流作上三冊が一致している。ありがとうございます。